アウトキャストも攻勢に転じたわ。数分もすればこのエリアを制圧できる。科学者が味方になってくれてよかったわ。科学者たちは対艦ミサイルを作らされてた。ロシア製だと見えるようにな。目的は不明だ。妙な話ね。ロシアであれば姉妹の関与を隠蔽したがるはずよ。警戒を緩めてはいけないわね。何か手がかりを探してみてちょうだい。了解した。ノマド、アウト。仲間を連れてあそこで構える。今向かう。
楽しくなるでしょうね。アウトキャストには装備が不足してる。今回はメイン武器庫を狙うのよ。アウトキャストが優位になるのに必要なものが揃ってるわ。接近の方法を考えよう。スナイパー以外は防空戦力はなさそうだ。アウトキャストが攻撃ヘリを持ってれば支援してもらえるわね。複数の死んだ民間人を発見。残りは移送されたわ。武器庫で異変を察知したらボダークは人質を処刑する。施設の運用に必要だとしてもね、救ってアウトキャストの信頼を得るのよ。これ以上の民間人を死なせるわけにはいかない。ヘリコプターを発見。付近にもっとあるはずだ。もっと破壊すれば巡回飛行が止まり隙もできるわ。厄介ね。基地への攻撃は難しいわ。航空支援を受けるか敵の航空戦力を削ぐのが良さそうよ。アウトキャストが攻撃に必要なものを確保するぞ。
あそこまで。移動だ。